カスタネット、カスタネットです。お願いします。もっと頑張ります。頑張っていきましょうね。え、義務教育行ってた？行ってたわ。何やっけ、小学校の頃俺算数苦手やってんな。あ、でもそういう子も多いんちゃう。ちょ、これ今でも分からんから。それはまずいやろ。ちょ、教えてほしいねんけど、昔こんなんやったやろ。花子さんは時速4キロで学校に行きます、うん、すると途中太郎くんに出会い、2人は一緒に歩きました。あ、こんなあったわ。2人の足並み時速3キロ、距離感は15センチ、問題、これって、恋？何の話やねん。2人引いたり勝ちでも終わっても、これは恋。違うよ。つまり恋って計算？算数は問題な。三角関係の面積、求めてみろ。話聞けよ。私と付き合ってください。私と付き合いなさい。あ、始まったよ。無理だよ、俺小学生だから割り算できても鑑定は割り切れない。何これ。だったら筆算すれば。いや、そういうことじゃないね。太郎くん、早くこの三角関係の問題に答えて。三角形みたいに言うな。顎の底辺かける口角の高さ割る男の意気込みイコール俺ってイケメン、君に決めた。太郎、チャラない。その笑顔の上底出す過程割る恋のときめき、約1名あなたに惚れ込んでます。何やこいつら。待って、言った。何がやねん。幸せに。でも中学になったら二人の鑑定因数分解してやる。何してんねん。問題、こんな恋の始まり方ってええの？知らんわ。算数は算数できるやろ。できるけど、これ算数ちゃうやん。あ、じゃあ教えてほしいけど、なんで好きな人に好きな人いるって聞かれたら、ドチドチするの？知らんよ、これ算数は。ちっち、恋って計算。こいつ止まらん。この算数教えてほしいやろ。算数わからん。じゃあ問題出したら、ほんまに太郎と花子さん12時に待ち合わせをしております。待ち合わせな。花子さん11時56分に、太郎くんは12時2分に来ました。花子さんは何分待ったでしょうか？引き算よ、お前こっからや。太郎くん、こっちこっち。なんでコント入んの？そんな謝らないで、全然待ってないよ。だから何分待ってん。私も今来たところ。そうきたか。違うやん、答え6分やん。6分やで。はただこの6分待ったって気遣いさせないじゃん。その間に心の準備するじゃん。これ女の計算じゃん。これ小学校で習ったじゃん。習ってないじゃん。これ習ってないじゃん。さあ太郎くん、コーヒーカップに乗りましょう。何やねん。さてこのラブコーヒーカップの円周率求めてみよう。なんじゃ遊びしとんねん。求めてみよう。知らんけ。円周率求めてみよう。わからんて。おいおい、円周率って無限に続くんだぜ。俺たちの愛情も無限ってことかよ。でしょ。知らんわ。おい待てよ。おい、え、算数関係あらへんやろ言うてんねん。だいたい算数なんて九九できればええねん。 2×2 は1万。もともとは超えたんかい。もうやどうもありがとうございます。